皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2020年の11月の30日月曜日ですね。時間が大幅に遅れまして、2時間ぐらい遅れました。申し訳ありません。現在日本時間の夜の11時1分ということで、まさに2時間遅れましたね。ちょっとひどいんですけど申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、日本の首相には衆議院を解散して総選挙を行う権限はないと。我々はマッカーサー GHQ 総司令官による日本国憲法第7条第2項3項の文言の差し替えを元に戻す大国民運動を直ちに開始すべきと。ちょっと長いテーマですけど、今日のメインテーマはそういうことです。ちょっと待ってください。今日のワイワイニュースライブ通算で3121回目ですね。今日も配信妨害をさせないという決意で、夜遅いですけど放送を開始したいと思います。第1部、私の情報発信活動ですね。今日の配信妨害ということで、先週金曜日11月27日の夜の放送には配信妨害はありませんでしたということです。そして、金曜日の放送をツイキャスと YouTube で配信したと。で、現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが225名、YouTube が151名で、計376名とこういうことになっています。そうですね。真夜中になりますね。申し訳ありませんね。そして、メインテーマをブログ記事にして、土曜日に配信したんですね。日本の定説では日本は憲法に三権分立の原則が規定され民主主義国家であると言われるが、全くこれは大嘘であるとこういうことです。それで先週金曜日のメインテーマをこのように表紙にしてくれました。三権分立、民主主義は大嘘と。これ非常に分かりやすいですね。表向きの社会は議員内閣制で三権分立と、一見民主的に見えんですよね。で、日本国憲法に規定されているとこういうことなんですね。議員内閣制は憲法に規定されてますけど、三権分立は憲法に規定されてない、全くの嘘ですからね、これ。そして実際の水面下の裏社会と、これは首相の超独裁が憲法でそのようになっちゃったんですね。から司法検察は機能しないと、まさにそういうことです。日米同盟 CIA CSIS と。こういう大嘘が曲がり通ってるっていうのが現在の日本なんですね、これ。どうにかしないといけないということなんですね。だから今日のメインテーマも、もうこの大嘘を暴露して、元の状態に戻すんだと、こういうことの一つなんですね。ということで、ブログ記事をグーの私のブログサイトで配信したということです。それから先週1週間の放送の週間のまとめというのを昨日配信した、おとといか土曜日配信したんですね。昨日配信しました。ワイワイニュースライブテレビ放送週間まとめということです。それと、ワイワイニュースライブ放送台本の週間まとめと、それからワイワイニュースブログ記事の週間まとめと。これ結構大変なんですよね。時間が 2時間ぐらいかかるんですよね。ということです。そして
で、ブログサイトの訪問者数ですね、私のブログサイト杉並からの情報発信ですと、1日遅れですか、11月の29日、昨日の日曜日の段階だと訪問者が759名、ページビューが2668と、こういうふうになってます。皆さんからのたくさんのコメントを読みますね。砂ズキンさん、今日のメインテーマですね、日本の首相には衆議院を解散して総選挙を行う権限はないと、我々はマッカーサー総司令官によるの日本国憲法第7条2項3項の文言の差し替えを元に戻すと、大国民運動を開始すべきと、こういうのが今日のメインテーマなんですね。で、初耳さんも今日のメインテーマをリツイートしてくれました。雪丸まさん、クラッカー今夜は夜中になりそうですねと、申し訳ないですね。キララカットさん、いつもたくさんのコンティニコインありがとうございます。1,2,3,4,5,6、 あ、キララカットさんコンティニコイン2枚ですね。から野口忍さん、コンティニコイン2枚ですね、お待ちしておりましたと、申し訳ないです。から初耳さんですね、コンティニコイン、いつもたくさんのコンティニコイン、 1,2,3,4,5,6,7、7枚ですね、配信ありがとうございますと。そして今日のメインテーマがあって、その放送の開始前ですね、今日は体力的にきついのでキャス市長が微妙ですので、先に、あ、そうですね、大事にしてください。夜遅くなりまして申し訳ないですね。で、いつも砂ズキンさんから3つのメッセージをアップしていただいてます。初めてご覧の方へと、山崎氏のキャスは一言一言コメントが集団嵐行為があってから禁止と、このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同ならツイッター連携で、拡散共有お願いしますと。から初めてご覧の方へ、2、このキャスは土日を除きウィークデーで祝日を含み毎日放送、水曜日は隔週で英語かフランス語と日本語の2カ国語で放送してますと、過去動画は YouTube でご覧になりますということで、 YouTube の URL を貼り付けてもらってます。それから3つ目、コメントされる方へと、コメントの責任はコメント主にあり、キャス主は一切の責任は負いませんと、品のないコメントを理由にキャス主に責任を転嫁することは固くお断りしますということですね。それから砂ズキンさん、パリの窓から報道、市民の自由の侵害と警察による暴力、ひどいですねこれ。フランスでは警察官の、あるいは機動隊員の映像写真を撮ることを禁止する法案が下院で、通っちゃったんですね。そしてこれから上院での法案通過が待たれるということで、それに対するフランス全土での抗議デモが昨日一昨日行われたと、全部で20万人ぐらいが参加したんですね。これひどいですよね。ちょうどタイミング的にその黒人の音楽プロデューサーがですね、パリの自分のスタジオで、たまたまコロナ対策のマスクをしてなかったということだけで、3人4人のですね、警官に自分の音楽スタジオに入る直前にですね、暴行を受けたんですね。で、その模様が監視カメラに、全部撮影されてたと。で、その監視カメラの撮影が映像がですね、ネットテレビ専門チャンネルで拡散されたんですね。それで初めてこのような警官による、今まではこれほどあからさまにはほとんど出てこなかったんですけど、バッチリですね、今回は映像で、まさにアメリカの警官が黒人に暴力を振るうと全く同じですよね。で、それに対する抗議ですから、もしもこの法案がずっと以前に可決されてたら、この映像も SNS で、
配信、拡散することは禁止されて、これほどの大きな抗議行動が起こんなかったということで、恐ろしい法律がこのマクロン大統領の下で警察国家、トランプの下の警察国家と全く同じようなことが行われているということですね。から枝の家族シンガポールはデマですと、デマなんですよねこれね、自民党が意図的にやったんですよね。不発野党追及、本沢二郎の日本の風景と、から砂月日さん、 大嘘つきの安倍はなぜ8年近くも総理大臣でいられるのか、これはすでに500兆もの日本国民資産を米国に献上しているからかと、新ベンチャー革命と。そうですよ、だからアメリカの保護があるからですよ、収支国アメリカの保護がある政治家、あるいは学者、竹中平蔵なんかそうですよね、官僚はどんな国家権力犯罪を犯しても免罪免責されるというのが日本の戦前からの特徴ですよね。から日本の核ごみ最終処分域選定は政府と国民の対話の問題と、スプートニクですかということです。砂月さん、監視カメラもドライブレコーダーも禁止されるかもしれませんと。 K さん、コンティニューコインですね。ということで今日のメインテーマに入りますね。日本の首相には衆議院を解散して総選挙を行う権限は一切ないと。我々はマッカーサー GHQ 総司令官による日本国憲法第7条2項3項の文言差し替えを元に戻す大国民運動を直ちに開始すべきと、そういうことなんです。で、日本の野党、かっこつき野党と言われる立憲民主党、共産党、社民党、れいわ新選組の国会議員、日本の政府批判メディア、かっこですねと言われる朝日毎日新聞、東京新聞、日刊現代、赤旗、長州新聞などのジャーナリスト、日本の護憲運動、反戦平和運動のなどの市民運動家は、なぜか戦後の日本で24回の衆議院解散総選挙のうち19回も首相が衆議院を解散して総選挙を強行して勝利してきた異常さを正面から問題にしてこなかったと。これなんですよね。彼らっていうのはもう日本のかっこつき野党とか日本のかっこつき政府批判メディアとか市民運動家は、なぜ戦後75年間日本では米国の傀儡政党である自民党が3回の例外を除いて常に政権を独占支配してきた異常さを問題してこなかったのかと。なぜならと、彼らは日本国憲法第41条の規定、国会は国権の最高機関であるの重要性を無視してきたからだと。日本国憲法第41条の本当の意味は、国権の最高機関である国会は内閣と最高裁の上位に位置すること、したがって内閣の長である首相が上位の国会を自分の都合で解散して総選挙する権限などもともとないのである、このことの重要性を一切無視してきたということなんですね。で、彼らはまた戦後、敗戦後日本、再戦後の日本を軍事占領したマッカーサー GHQ 総司令官が自ら起案制定した日本国憲法の中に、日本を半永久的に米国の植民地にするために傀儡政党に政権を取らせる、政権を独占させる仕掛けを埋め込んでいたということを全く理解してこなかったと、こういうことですね。その最たるものは何かというと、日本国憲法第7条天皇の国事行為第2項と3項の文言を以下のように天皇の国政行為の文言に差し替えたことだと。これなんですよポイントは。
で日本国憲法第7条の第2項ですね。第7条っていうのは天皇の国事行為10項目挙げてるんですね。そのうちの2項と3項の文言が国事行為ではなくて国政行為の文言に差し替えられてると、こういうことなんです。これはもうマッカーサーの意図的な謀略的な差し替えですよね。で、第2項の文言、天皇は内閣の助言と承認により、国会を召集すると、こういう文言になってるんですけど、これは国会を召集するっていうのは 国事行為じゃないでしょ、国政行為ですよね。本来の天皇の国事行為の文言は、天皇は国会の召集を宣言すると、それだけですよ。から憲法第7条第3項、天皇は内閣の助言と承認により衆議院を解散する、この文言は天皇の国事行為ではないと、国政行為そのものですよね。で本来の天皇の国事行為の文言は、天皇は衆議院の解散を宣言すると。で憲法第7条の天皇の国事行為は10項目あるんですけど、この第2項と第3項以外の文言というのはまさに国事行為なんですよ。象徴的なセレモニーのことを列挙してるんですけど、第2項と第3項だけがですね、天皇の国事行為の文言のように一見見えますけど、実は天皇の国政行為そのものになっている。これを根拠にして歴代自民党政権はことあるごとに、衆議院の解散は首相の専権事項であるというふうに言って、野党を脅かして、野党に、内閣不信任決議案さえも出させないということを繰り返してきたんですよね。そして、野党が分裂していると、野党に金がないと、野党が総選挙の体制ができてないという足元を見て、大義適当な大義名分をでっち上げて、国難2017年の安倍が解散した2回目、解散した衆議院解散の大義名分は国難に打ち勝つというわけのわかんないでっち上げなんですね。何でもいいわけですよ、大義名分として。で突然記者会見を開いて、衆議院解散しますと。そして、総選挙は何月何日ですということを一方的に言うんですよね。これの繰り返しなんですよ。そのことが24回、戦後75年間で衆議院解散総選挙が24回された中で、19回も時の政権の首相が適当な大義名分をでっち上げて衆議院を解散し総選挙していると。常に自分たちに有利な時を狙って、解散総選挙しますんで、まず必ず勝つわけですよね。でよっぽど失政したということ以外にはずっと勝ってるの。3回の例外を除いて全て自民党単独あるいは自公の連立政権が勝ってきたと。そのことの本当の理由は一体何かということを、いわゆる彼らかっこつき野党かっこつき、政府批判メディアかっこつき市民運動隊の活動家たちはそのことを真剣に捉えてこなかったということなんですね。で歴代自民党政権が衆議院の解散は首相の専権事項であると主張する法的根拠はこれなんですよね。マッカーサー GHQ 総司令官が天皇の国事行為の文言を天皇の国政行為に差し替えた日本国憲法第7条2項3項、特に3項ですね。天皇は内閣の助言と承認により衆議院を解散する、ここにあるんですよ。ですから日本の野党メディア市民運動隊そして我々革命派市民は
マッカーサー GHQ 総司令官による日本国憲法第7条2項3項の文言の差し替えを元に戻す大国民運動を直ちに開始し、このことによって、戦後、日本の政治を独占してきた自公ファシスト政権を打倒すると、そういう戦いを開始すべきだというのが今日のメインテーマですね。自分たちだけが不利な解散をしたのは野田体制奉還、そうですよね。だからこれももう裏でつながってて、野田は あれほど大敗するとは思ってなかったんですね。ですから負けるのは分かってたけど、でも自民党と民主党の大連立を組んで自分は副大臣になると、副首相になるという密約を安倍と結んでたんです。だから負けるの分かってても野田は解散総選挙を強行したわけですよね。そしたら予想外に大敗したから安倍から完全に切り捨てられたと。でその野田が相変わらず国会議員として、のさばってるとこういうことですよね。土山純一さん、お茶箱10ですねとコンティニコイン2枚ですね、いつもありがとうございます。もうなあなあで済ませる段階ではないことが分かっていない野党、敵は軍事軍国主義ファシストそのもの、しっかり目を開け野党もマスコミもと。だそうなんですよ、ここが肝なんですよ。だこのことを正面から取り上げて、マッカーサーが1947年に日本国憲法を表向きは世界に冠たる民主的近代的な日本国憲法ということなんですけど、中を見るとですね、さまざまな仕掛けをしているわけですよね。でそのまあ一つとしては、戦前の天皇制を民主化して名前を変えた象徴天皇制として、イメージチェンジした民主的な昭和天皇博仁、彼を再び天皇制のトップに据えたと。ですから日本国民にとって天皇の名が出てくると思考停止するんですね。相変わらず何々様という、なんか12歳か13歳のガキをですね、なんで様と呼ばなくちゃいけないのと、20何歳の、娘、大学生か、学習院大の大学生、あるいは秋篠宮の2人の娘、20いくつの小娘をですね、様となんで読めなくちゃいけないのと、そのことに対して誰も異議申し立てしないですね。だから日本国民にとって天皇制っていうのは1945年の敗戦の時に、完全に断ち切られたんじゃなくて、ずっと日本国民の精神、構造を支配してきたと。それをアメリカ支配階級はうまく利用して、日本国憲法の中第1条に、第1条から第8条に天皇制を組み込んだということですよね。そして2つ目は今日のメインテーマであります、いわゆる傀儡政党、マッカーサー当時は吉田自民党、その後が鳩山民主党、そして1955年に保守合同した自民党が永久戦犯で、アメリカの CIA の工作員に なって命乞いをして、除名された岸信介、彼が初代の幹事長として自民党をアメリカの傀儡政党そのものの自民党として、彼が3年後には首相になって、1960年には今でも続く、アメリカによる日本の軍事支配の法的根拠である 日米安保条約
彼こそがこれを仕掛けたんですよね。何の話してましたっけ。ということで、このいわゆるやられっぱなしのカッコつき野党、御用新聞にやられっぱなしのカッコつきリベラルメディア、政府批判メディア、そして、日本語憲法を守れ守れという護憲運動しか知らない戦後の日本の市民運動と、もうそういうのはやめようよと。一番の問題の根幹は今日のメインテーマであります憲法第7条天皇の国事行為の文言の文言を国政の文言、国政行為の文言に公務にすり替えたマッカーサー、彼が仕込んだ日本国憲法の中に埋め込んだこのような暴力的な仕掛けをですね、我々は今こそ正面から取り上げて、そのことを別に憲法を改正する必要ないんですよね。文言が差し替えられて間違ってるから国会で決議すれば、憲法第7条の2項と3項の文言を元に戻せるわけですよね。だから2条っていうのは天皇は国会の召集を宣言すると。宣言するだけでいいんですよ。国会を召集するっていうことを、もう天皇の国政行為で禁止されてるわけですよね。そのことが堂々と憲法の条文に書かれていることに対して、誰も疑問にも思わないと。誰も正面から問題にしなかったと。戦後75年間。不思議ですよね。そして特に、歴代自民党政権の首相がですね、ことあるごとに、野党を脅し文句として、衆議院の解散権は首相の専権事項であると。そして実際に野党を分裂させる、野党に対する分裂工作を実際にさまざま彼らは仕組んできたんですね。そして、野党に金がないと、野党が分裂していると、野党が総選挙の体制ができていないという、彼らにとって、最適な時期を狙って適当な大義名分をでち上げて、突然衆議院を解散し総選挙するということを19回も繰り返してきたんですね。そのうち3回は失敗したんですけど、でもその都度ですね、いわゆる 100% 純度 100% の純粋野党ではなくて、純度 50% とか純度 60% でしかない、自民別動隊の要素を含んだ偽装野党が政権を取ったから、簡単に倒されちゃったんですよね。ということなんですね。ですから今こそこの憲法第7条の2項3項の文言の差し替えを元に戻す国民大運動を開始し、自公政権を打倒する一大運動にしましょうよというのが今日のメインテーマなんですね。ということで、今日のメインテーマのテーマと、それからポイントですね、アップします。日本の首相には衆議院を解散して総選挙を行う権限は一切ないと。我々はマッカーサー GHQ 総司令官による日本国憲法第7条第3第7条第2項3項の、ここで一旦切りますね。第3項の文言の差し替えを元に戻す大国民運動を直ちに開始すべきと。
これですよね。で、こんなことは憲法学者が言うべきことなんですよね。憲法学者、何個憲法を飯の種にしている専門家でしょ。当然知ってるはずですよね。一切言わないんですね。あるいは最高裁の判事、あるいは日本の裁判官、あるいは日本の弁護士、なんで言わないのかね。で、日本の野党と言われる立憲民主党、社民党、共産党、れいわ新選組、山本太郎の国会議員と、日本のかっこつき政権批判メディアと言われる朝日新聞、毎日新聞、東京新聞、日刊現代、赤旗、長州新聞、ここまでかな、などの東京新聞までですね。から日刊現代、赤旗、長州新聞などのジャーナリスト、日本の護憲運動、反戦平和運動などの市民活動家はなぜか ここまでかな、なぜか。なぜか戦後の日本で24回の衆議院解散総選挙のうち19回も首相が衆議院を解散して総選挙して強行して勝利してきた異常さを真正面から問題にしてこなかったのかと。なぜかですね。異常ですよ。米国の傀儡政党自民党が75年間ほぼ日本の政治を独占してきたっていうのは世界に類ないでしょうね。彼らはなぜ戦後75年間日本で米国傀儡政党自民党が3回のレギュラーを除いて任意政権を独占支配してきた異常さを問題にしてこなかったと。異常ですよね、本当。なぜならば彼らは日本国憲法第41条の規定ですね、国会は国権の最高機関であるの重要性を無視してきたと。誰も41条のこと言わないですよね。非常に短い文章ですけど、前半と後半2つ非常に重要なことが言われてるんですね。前半は国会は国権の最高機関であると、から後半は国会は国の唯一の立法機関であると。非常に重要なことが短い文章の中に凝縮されてるんですけど、で今回は全般の部分ですよね。憲法第41条の本当の意味は何かというと、国権の最高機関である国会は内閣と最高裁の上位に位置すること、したがってここまでかな、三権分立なんていうのは全くの嘘なんですよ。並列じゃないんですよ。三権が上下関係なんですよ。従って内閣の長である首相が上位の国会を自分の都合で解散して総選挙する権限などもともとないのだと。こういうことなんですね、憲法第41条の本当の意味は。砂津金さん、最後の手段としてトロイの木馬が出てくると、エセ野党、民社党、みんな維新、そしたら、いや
前原から、これ誰だ、そして外資のエージェント竹中平蔵と、前原わかりますね、これなんとか島って誰だろう、いうことですよね。だ、偽があたかも野党の顔をして、あ、長島か、横田基地出身のあれですよね。昭島とか立川とか、あの辺の米軍基地の利権を背負った、アメリカから派遣された野党面をした、エージェントですよね。今度自民党で出るんじゃないですか。三鷹とか武蔵野とか、菅直人の地盤で出るみたいですよね。何でしたっけ。で、彼らがこのことをよく理解して、してれば歴代自民党政権の衆議院の解散は首相の専権事項であるの主張に対して憲法41条の違反の全くの大嘘であると真っ向から批判して、首相による解散総選挙を阻止したはずであると。誰も41条違反っていうのは言わないんですよね。で、彼らはまた戦後、敗戦後の日本を軍事占領したマッカーサー GHQ 司令官が自ら起案制定した日本国憲法の中に、日本を半永久的に植民地する支配するために、ここまでですね、するために、傀儡政党に政権を独占させる仕掛けを埋め込んだことを全く理解してこなかったと。守れ運動でしかなかったんですね。その最たるものが日本国憲法第7条、天皇の国事行為の第2項と3項の文言を以下のように、天皇の国政行為の文言に差し替えたことだと。これですよ、肝は。日本国憲法第7条2項、天皇は内閣の助言と承認により議会を召集するの文言は、天皇の国事行為の文言ではなく、天皇の国政行為の文言であると。これはもう誰が見ても分かりますよね。これが第2項で、本来の天皇の国事行為の文言は、天皇は国会の召集を宣言するとなると。だ、この文言に変えると。
別に天皇の、改正手続きは必要ないんですよ。間違った文言を正しい文言にするだけですから、国会で決議すればいいんですよね。国会決議に反対する人間は、憲法そのものを否定するということでしょう。それから第3項、天皇は内閣の助言と承認により衆議院を解散する文言は天皇の国事行為の文言ではなくて天皇の国政行為の文言だと。だから明治天皇が持ってた権限ですよね。本来の天皇の国事行為の文言は天皇は衆議院の解散を宣言すると。これに変えるってことですよね。これは別に憲法改正の手続き必要ないんですよ。訂正、間違った文言を正しい文言にするだけですからね。で、歴代自民党政権が衆議院の解散は首相の専権事項であると主張する法的根拠は、マッカーサー GHQ 総司令官が天皇の国事行為の文言を天皇の国政行為の行為に差し替えた、これなんですよね。法的根拠として彼らは使ってるわけですよ。憲法に書いてあるんじゃないですか。7条解散は憲法に書いてあるんじゃないですかということですよ。それに対して今までの野党は一言も反論できなかったと。マッカーサーが差し替えたんだってことを言えばいいんですよね。日本国憲法第2項3項、天皇はにより衆議院を解散するにあったと。第3項、そうですよね。ここにあったんですよ、法的根拠。でも自民党はこのことを振られたくないんですね。意図的に言わなかったんですね。言ったらですね、このインチキがバレますからね。この文言は天皇の国事行為じゃなくて国政行為そのものじゃないですかっていうふうに問題になるんですよ。ですから、あえて彼らは言わなかったんですね。7条解散の具体的なことは。ただ彼らが言ってるのは、衆議院の解散権は首相の専権事項であると。それを繰り返すだけだったんですね。ですから、日本の野党、メディア、から市民運動隊、我々革命派市民はマッカーサー GHQ 司令官による日本国憲法第7条2項3項の文言の差し替えを元に戻す国民大運動を直ちに開始し、これが自公ファシスト政権打倒の切り札になるわけですよね。だ、純度100%の本物の野党かどうかを見極める、リトマス紙がこれなんですよね。ということで、今日のメインテーマはそういうことでした。時間ですね、44分20秒ですね。同時期で16名様、全体で39名様、そしてコメントが30件ですね、ということです。で、第3部、今日の推奨本ですね。ほぼ終わりに近づいてきましたけど、鈴木恵子さんの新天皇の時代は世界大崩壊の時代となると。これの今日は87回目の朗読ですね。第12章、地球支配階級は最終戦略を発動させると。その中のイスラエルは中東戦争を勃発させると。ここ3ページですね。ここを今日読みます。
さて近未来世界はどうなるかと、本書では過去1万2000年における歴史の深層海流を透視して、その上で現代世界の背後情勢を徹底的に透視してきたと。ここでは復習を兼ねて重要ポイントを掲示する、確実に理解してほしいと。要点1、ロシア、中国、朝鮮半島の背後には欧州ロシア時計が存在すると。要点2、米国、欧州世界の背後にも欧州ロシア時計が存在すると。現時点における最大の問題点は、米国のトランプ大統領、かっこ米国ロックフェラー家に担ぎ出された男が暴走を開始して、欧州ロシア時計と闘争を繰り返しているということだと。その原点には米国中央銀行 FRB をトランプが非難するという因縁があると。念のためだが、本書では米国のトランプと欧州ロシア時計のどちらが正しいかを論じようとしているわけではないと。普通の地球人民、かっこ普通の日本国民の立場からは、どちらも悪魔であるというしかないと。右に述べて話を進める。まさにそうですよ。悪魔なんだよ、これ。どっちも。で、近未来世界予測、イスラエルは中東戦争を勃発させると。2019年8月、新聞はイスラエル軍シリア空爆、イランの攻撃阻止をと題して次のように書いていると。念のためだが、米国のトランプ大統領がイランを敵視していることは言うまでもないと。彼はイランを相手に有志連合を組織しようとしていると。本書の立場から言うならば、イスラエルの動きの背後にはトランプの動きも存在すると。で、これ、朝日新聞の記事ですね。イスラエル軍は8月24日、シリアの首都ダマスカス近郊にある複数の軍事施設などを空爆したと発表したと。イランの精鋭部隊、革命防衛隊がイスラエルに向けた攻撃を計画しており、それを阻止するための作戦だったとしていると。発表によると、シリア領内に展開する革命防衛隊は爆発物を積んだドローン、無人機を使い、イスラエル北部に向けた重大な攻撃を計画してたというと。在英 NGO シリア人権監視団によると、攻撃でイラン人民兵ら3人が死亡したとみられると。朝日新聞2019年8月26日と。イスラエルがアラブ・イスラム世界、イランほかを攻撃するのは右が初めてではないと。彼らは繰り返してアラブ・イスラム世界を攻撃していると。で、今回もですね、昨日、おとといかなんか、イランの最高の、核開発物理学者を自動車で移動中ですね、爆弾とそれから銃撃で殺害したという、これはイスラエルですよね。イスラエルのモサドと CIA でしょ。だからこれは、いわゆるバイデン次期大統領がイランとの核、開発、トランプが一方的に破棄した核開発の合意内容に復帰するということを邪魔するためでしょうね。砂崎さん、世界大崩壊、投資バブルの終わりでしょうということですね。ということで、なんだっけ。で、イスラエルがアラブ・イスラム世界、イランほかを攻撃するのは右が初めてではないと。彼らは繰り返してアラブ・イスラム世界を攻撃していると。イスラエルが敵対するイランがシリア領内に勢力を拡大することを警戒し、継続的に空爆で対抗してきた。だが今回のように攻撃の事実を即座に公表することは珍しいと。これは朝日新聞の記事なんですね。イスラエルは繰り返してアラブ・イスラム世界を攻撃している。だが彼らはそれを秘密にしていたと。ではなぜ今回は即座に公表しているのかと。投資1、イスラエルはトランプの支持を得て中東戦争を開始すると。言葉を変えて言うならば、彼らは革新犯として自らの野望実現、かっこ中東世界の完全支配に向かうのだと。彼らはそれを神から与えられた使命と信じていると。
投資にイスラエルは中東世界の完全支配を神から与えられた使命と信じると。普通の地球人民、普通の日本国民の立場からは彼らの信念信仰は理解不能と言うしかないと。だが中東世界情勢を動かす土台は彼らの信念なのであると。3投資3、イスラエルは唯一神ヤハウェから地球を与えられたと信じていると。普通の地球人民、普通の日本国民の立場からは狂気の信仰と言うしかないと。まさにあれですね、イスラムじゃなくてユダヤ、ユダヤ教の原理主義ですよね、これね。ということで、明日読むところがユダヤ人国家イスラエルの建国と終末時計の動きと、ここですね。ここ結構長いんですけど、明日読みます。ということで、今日読んだところのタイトルだけをアップします。世界大崩壊っていうのは第三次世界大戦の勃発のことなんですよね。だから金融経済バブルが崩壊するとともに実体経済も崩壊するという大変危険な状態なんですよね。今日イスラエルは中東戦争を勃発させると。ネタニヤフですね。だからユダヤ原理主義タルムードなんですよ。彼らは先民、神から選ばれたユダヤの民は神を信じない異教徒、あるいは無神論者の生命財産を支配管理する権利があるんだと。だから自分たちは先民であり、その他は家畜だということですね。ですから彼らの最終目標は世界全体を神に選ばれたユダヤ人が支配する世界統一政府の樹立と、そういうふうになってるわけですよね。そのためには3つの世界大戦が必要だと。第1次、第2次、そして今第3次世界大戦、これが発動されているというのがこの鈴木恵子さんのテーマですよね。から第4部、日本と世界の最新情報でコロナウイルス国内、30日648人感染8人死亡と、これ NHK ニュースですね。で、死亡者は北海道で5人、兵庫で1人、奈良で1人、静岡で1人、合わせて8人と。で、死者の数は2147人と、合計で新規感染が1日で646名と、合わせて14万8928人になったと。で、都道府県別ですけど、これは今日の4時半ですから、統計数字が上がってないのがあるんですね。東京都はプラス311で、4万959と。大阪はまだ数字が上がってないですね。2万11人。神奈川も今日の新規感染者数は上がってないです。1万2477と。で、北海道が151人プラス。
8869人、埼玉がこれも新規感染の数字が上がってないですね、8358ということです。そして、CPR か検査の件数ですけど、26日1日で3万7172件ということで、まあ全然桁が違いますよね。30万とか300万とかそういう桁じゃないと異常に少ないですよね、日本の場合は。それと世界の最新情報、29日午後8時時点での全世界の死者数が145万3000人になったということですね。それで全世界で感染された感染者数が、6215万感染者数トータルで、死者が145万3000人と。そして28日1日世界全体で新たに9259人が死亡と、56万3600人が新たに感染したと。で、1日の死者数の増加幅が最も大きいのはアメリカ1186人、次いでイタリア686、ポーランド599と。で、最も被害が大きいのはアメリカ、これまでに26万6000人が死亡、1324万人が感染したと。で、次いで被害が大きい国はブラジル、死者が17万2500、感染者が629万。以降、インド、死者が13万6000、感染者が939万。メキシコ、死者が10万5400、感染者が110万。英国、死者が5万8000、感染者が160万と。人口10万人あたりの死者数が最も大きいのはベルギー、142。次いでペルー、109。スペイン、96。イタリア、80と。90。そして中国本土で発表された死者数が4614で、感染者数は8万6512ということですね。で、3つ目の情報、イングランドの新規感染者ロックダウンで 30% 減少という研究が発表されたということですね。これは BBC ニュースですね。インペリアルカレッジロンドンが行った調査、コミュニティ感染のリアルタイム評価は11月13日から24日に行った10万人以上の検査サンプルを元にしたと。で、イングランドは11月2日から2度目なるロックダウンが始まったと。12月2日に解除され、3段階の警戒レベルが導入されると。で、インペリアルコレッジ、ロンドンの研究チームは、調査会社イプソン・モリスと協力し、新型コロナ検査のサンプルを無作為に抽出し、症状のあるなどかかわらず調査対象としたということで、この結果、新感染者数は10月末の前回調査から 30% 減少していた。やはりロックダウンは感染拡大を防止するのに効果があるということなんですね、これ。というのが BBC です、これ。今日の最新情報のタイトルだ。NHK ですね。
それと AFP 世界の最新情報。からイングランド新規感染者 30% 減少 BBC。 だからアメリカで感謝祭でものすごい人がですね移動してるんですね。それからクリスマスで移動するということでアメリカの感染者数はこれから増大するっていうのはもう目に見えてるんですよね。ということで今日の次はメインテーマですね。今日のメインテーマの最初は衆議院1月解散見送り、首相21年夏以降探ると、日経新聞ですね。これは有料ですから途中までしか読めないんですけど、日経新聞がバカみたいに日本の首相に衆議院の解散権があるということを当然のこととしてこういう記事を書くんですね。お前らバカかというふうに思いますよね。こういう日韓現代もそうですもんね。ほとんどっていうか全部じゃないですかね、首相には衆議院の解散権があるってことを何の疑問もなくベースにして彼らは記事を書いているということですよね。から内閣支持率 58% に急落ですって、日韓現代。もともとの数字がデタラメなんですから。だからに日本の内閣支持率調査あるいは各政党支持率調査の数字は全く のインチキだということを前提にして我々は考えないといけないんですけど、いわゆる政府批判の日韓現代含めて、共同通信あるいは時事通信 NHK あるいは各新聞社テレビが定期的に行う内閣支持率調査あるいは政党別支持率調査の世論調査結果っていうのは基本的には正しいという前提で彼らは論評してるんですね。だから嘘だよと、でっち上げだよと、何の検証もできない、何でもできる、何でもありのあれですからね、日本のあれは何の客観性もないと、そういうことですよ。からスイス国民投票、世界で最も厳格な企業責任を求める議案を否決したと。だからスイスの国民投票って国民が 50% 以上の賛成すれば通るだけじゃなくて22の州の過半数が賛成しないといけないということで、今回は国民投票の数は 57% で賛成が多かったんですけど、22の州が全部反対に回ったということで、否決されちゃったんですね。で直接民主制のスイスでは可決には全国の有権者の過半数およびですよ、全州の過半数の賛成が必要と。投票者の 50.7% に当たる129万9173人が賛成票を投じたが、ほとんどの州が反対に回ったと。これなんですね。だから安全装置が効いちゃってるんですよ。本来だったら州とは関係なく国民投票、国民の投票者の過半数が賛成すれば
それで通るんですよね。だここもあれですね、スイスの国民投票制度のいわゆる、安全装置というか、彼らが仕掛けた安全装置、わけのわかんない安全装置が働いて、このように本来だったら通るべき、イニシアチブが取んなかったっていうことなんですね。で内容はですね、内外で悪質な事業運営を行った同国に拠点を置く多国籍企業に責任を問える世界で最も厳格な規制の導入を求める議案だったんですね。残念ですねこれね。で今回は軍需企業への資金提供を禁じる議案に関する国民投票も行われたが、これも否決されたとこういうことですね。で中央銀行のスイス国立銀行や大手銀行 BAE システム、ロッキード・マーチン、ノースロップ・グラマンなどの軍需企業に計110億ドル、1兆1450億円近くを貸し付け及び投資していると。スイスの中央銀行とか大手銀行がロッキード・マーチンとかノースロップ・グラマンとかの軍需企業に1兆1400万円近くを貸し付け投資していると。このことが問題だということなんですね。軍事企業への資金提供を禁じる議案だったんですね。残念ですねこれね。でこの議案の支持者らはこうした投資はスイスの中立性と両立しないと主張していたと。しかし政府はこの議案の定義に従えば民間航空企業への投資も事実上不可能になり年金に悪影響が出るとしていたということで、残念ながら否決されちゃったんですね。だからスイスの国民投票の基準も国民の投票、過半数の投票で、決着するというふうに訂正しないといけないですね。アメリカの大統領選挙と政党同じですよね。必ず安全装置仕掛けてるんですよねこれね。で3つ目、 CIA とドイツ情報機関、別のスイス暗号機メーカーもスパイ活動に利用かと、 AFP 日本語版。これひどいですね。スイスの暗号機器メーカーを中央 CIA とドイツの情報機関が秘密裏に所有して各国政府の秘密通信内容を収集したとされる問題で、別のスイス企業も米独のスパイ活動に利用されていたこととする調査情報番組が放送され、スイス政界を揺るがしていると。これですね。だからメーカーを所有してその暗号機器メーカーを CIA とかドイツの情報機関が所有して、で、その製品の中に、通信内容を収集できるようなシステムを埋め込んで海外に輸出してたというのがバレたっていうんですね。よくやるよということですね。ということです。そして今日の注目情報ですけど、田中隆作さんが 2,3 日記事がなかったんでどうなったのかなと思ったら、例のこれナゴルのカラバフ紛争に直接取材に入ってるんですね。すごいですね、あの人の行動力は。これはまさにカスピ海、アルマニアとそれからアゼルバイジャンの両国がナゴルノカラバフをめぐって長年、領土紛争をしてきて、今回も
1ヶ月にわたって数千人が殺されるような戦争状態になったんですね。で、結局ニューズウィークの日本語版ですけど、ナゴルノカラバフ紛争で停戦合意と、アゼルが領土奪還、アゼルバイジャンがですね、ロシアは平和維持部隊派遣と、これがあれです。そして、田中隆作さんの3つの記事、大国の権益争いに翻弄される小国の悲劇と、辻々にロシア軍、それから2つ目、民族の聖地にトルコ国旗と、百貨店となるのは必死と。だからアゼルバイジャンの背後にトルコがいて、そしてアルメニアの背後に、アメリカがいると、こういう代理戦争なんですね、これね。から3つ目、山から降りてきたパルチザン、また銃を持って戦うと、田中隆作さん3つの、記事を今日の注目情報で取り上げました。なかなか、この辺の領土をめぐる領土問題なんですけど、背後は結局宗教ですよね。宗教民族対立、マウスがなんか、なかなかこの辺の情報っていうのは分かりにくいんですけど、田中隆作さんが現地に飛んで情報発信してるっていうのはすごいですよね、これね。砂ずきんさん、桜井真由美さん曰く、田中隆作さんはどこでもドアを持ってると。漫画ドラえもんの道具。ああ、なるほど。からまだ公表されただけまともという気もしますと。これはスイスの国民投票ですかね。これがニューズウィークで田中さんの3つの記事ですね。ロシア軍が平和維持軍として入っていると。から2つ目、トルコの旗がひらめいてたと。から3つ目、山から降りてきたパルチザン、これはアルメニア系住民のパルチザンですよね。結局、負けたんですね。領土を取られたんですね、アルメニアは。アゼルバイジャン側が圧勝したという結果みたいですね。で、今日の重要情報、 NHKニュース9への圧力問題で菅首相が、私は怒ったことがないと大嘘答弁と、実際は頭にきたと、放送法違反って言ってやると、オフレコ発言という。だからとんでもないやつだこいつは。なんでそいつが 58% も支持があるのと、嘘だろうと。安倍と全く同じですよね。
ということで今日の放送はこれで終わりです。時間が1時間と15分ですね。同時期で13名様、全体で44名様、コメントが45件と。で現在あもう真夜中になりましたね。0時16分になりました。申し訳なかったです。ということで今日の月曜日はたくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトいただきましてお疲れ様でした。砂月にさんなんか最後まで付き合っていただいてありがとうございました。ということで、お疲れ様でした。今日の放送は終わりです。明日は火曜日ですので、今日の反省でですね、9時半までには必ず放送開始したいと思いますのでよろしければまた合流してくださいということでお疲れ様でした。おやすみなさいですね。